ブンブン。ハロー YouTube。どうも、まさるです。今回は Amazon の方でビッグセールがスタートしましたのでご紹介したいと思います。今回のセールはファッションレジャータイムセール祭りというセールで、ここ最近のセールの中でも特に長い期間開催されるセールとなります。 5月10日金曜日スタートで終了が14日ということで合計5日間のセールとなっています今回は毎回同様お得製品の紹介はもちろんのことちょうど今回の期間中新製品の発売もありましたのでその辺につきましてもご紹介したいと思いますでは毎回同様お得製品の紹介からしたいと思います 何と言っても毎回安くなるのがアンカーの製品となっていますアンカーと言いますと充電器とかモバイルバッテリーとかそういったものが人気のメーカーでもありますが最近はさまざまものを販売しておりお掃除ロボットだったりあとこの後ご紹介します忘れ物防止タグトラッカーそういったものも販売していますちょうどこちら 今回のセール、セール価格になっているのが、これで、アンカー、EFI という、こちら、紛失防止トラッカーとなります。これは何かと言いますと、このカードの居場所をスマホ側から検索することができるという製品になります。カード型の製品のため、どんなところにも入れやすく、例えば、財布とか、 あるいはあ何か細かいものそういったものと一緒に置いておきますとそれがどこにあるのかあスマホ側から検索することができるというアイテムになりますいわゆる Apple でいうとこの AirTag ではありますが AirTag よりも高性能なものになっていますこちらあ1ヶ月で5000点も売れている超人気商品となっていて今回はこれが 通常4000円のところ2993円のセール価格となっていますその他今回セール中のアイテムとしましてはこちらお掃除ロボットアンカーのこちらの人気のお掃除ロボットが今回セールとなっています割引額も大きく22%オフのセール価格となっています 通常価格は約4万5千円の商品が今ならば3万4千円となります。もともと価格は高めのものでしたので、えー、今回のセールでかなりお得に購入できるというのがわかるかと思います。ロボット掃除機、Amazon で現在販売中のロボット掃除機の中でも、俺今日人気のモデルとなっていますので、これから何か自宅にロボット掃除機を導入したいと思っている方、 ちょうどこのタイミングで人気モデルがセールとなっていますので、えー、購入検討してみるといいかと思います。その他は防水のおワイヤレススピーカーこちらは通常6000円の商品が3999円のセール価格となります。その他にも今回セール価格というのではなくて クーポンを提供して、その分安く購入できるというものも用意されています。例えばこちらのワイヤレスイヤホンならば、1000円オフのクーポンが用意されていますので、通常価格よりも1000円安く購入できるほか、例えばもっと価格の高いもので言いますと、こちら、プロジェクターとか、 キャンプなどにも活躍する大ユーロのポータブル連点この辺などは今回1万円オフのクーポンが用意されていますので、えー、この辺と組み合わせて購入しますと、普通に1万円安く購入できますので、えー、今回のセール中とてもお得なものとなっています。また今回は同時に最大11%ポイントアップキャンペーンというのが開催されていて、 え、セールになっていない商品であっても、通常よりもたくさんのポイントが獲得できるようになっていますので、今回、セール価格になっていないからということで、買い物を諦めるわけではなく、ちゃんと普通に買い物をしてもたくさんのポイントが貯まるようになっていますので、とりあえず欲しい製品を購入するというのもいいかと思います。 ではここからはちょうど今回のセールと同じタイミングで発売がスタートした新製品ありますのでご紹介しますそちらも Amazon で購入しますとお得なものばかりですのでぜひ参考にしていただければと思いますさあこちらニュースなどでも見た方多いのではないかと思います iPad Pro 新型モデルが発売となりましたこちらも Amazon で購入できるようになりました 今回、Amazon で発売されたモデルは全モデルが発売となります。まず、iPad Pro 13インチモデル。M4 チップという MacBook よりも高性能な最新のチップが搭載されたモデルです。それから、同じく iPad Pro で11インチモデル。両方とも Amazon で発売がスタートしています。そして、iPad Air。 これも今回同時発表のモデルです。今回、一番意外だったのではないかと思います。iPad Air の13インチモデルが登場しました。最近の iPad の中では、まあ、比較的手頃な価格で手に入る大画面モデルということで、こちら、これもおすすめモデルとなります。あとは従来とサイズが近い iPad Air の11インチモデル。 この新型モデル合計4つのラインナップが Amazon で発売がスタートしています大画面のモデルが欲しいという方はやはり iPad Pro 13インチモデルこれがいいかとは思いますがこちら一番下のモデルでも25万円ということでちょっと手が脱出しらい価格になったかと思いますそういう方のために今回はこの iPad Air の方で13インチモデルが登場しましたので さすがに20万円以上は出せないという方などはあこの iPad や13インチモデルこれもいいかと思いますまたこれでも価格が高いという方はあこの後ご紹介しますがもっとお得なタブレット発売となっていますので、えー、そちらを参考にしていただくといいかと思いますでそのお得なタブレットとは何かということですがこちら iPad とほぼ同じタイミングで発表されたシャ a ミ m のタブレット そして、シャ m ミからはスマートも同時発表となりました。まずはタブレットの方からご紹介します。今回発表されたタブレットは、シャ m ミのタブレットの中で最上位モデルとなります。シャインパッド 6S Pro ということで、シャインパッド6の上位モデル、そしてスペックもとても高性能なモデルとなります。こちら、価格はいくらかと言いますと、 こちら以外にも6円でで購入できます何が意外かというと CPU がスナップアゴ8 Gen2 を搭載したタブレットとしてこの12.4インチの大画面ディスペイを搭載した Android タブレット登場ですと競合するのがサムスンの Galaxy タブかと思いますがそちらは20万円以上するというところを考慮しますといかにこのモデルが安いかというのが分かるかと思います サムスンのタブレットの約3分の1の価格で同じ性能のものが手に入るということでとても魅力的なモデルとなりますこちらも Amazon の方で発売がスタートとなりました一時期在庫がなくなってしまったタイミングもありましたがあ今ではあ一応カートに追加することはできますただおそらくこの動画が公開される頃にはまた在庫なくなっているかと思いますのでとりあえずカートに入れておき 在庫ができたタイミングで自宅に届くのを待っておくというのがいいかと思いますまた今回このモデルは iPad を iPad Pro のような感じで使うことができる様々なアイテムが同時発売となりますまずはカバーケースとしても使えるそしてスタンドとしても使える専用のカバーこちらが発売 アップルのこういった製品ですと普通に数万円してしまうんですが、シャミの製品は4980円でこちらを購入することができます。また専用の筆圧にも対応した高性能なスタイラスペン。これも14800円で購入できます。高いように思うかもしれませんが、アップルペンシルの場合ですと普通に2万円以上します。それを考慮しますとこちらもかなりお買い得と言えます。 もう iPad は価格が上がりすぎて買えないという方などはこの辺ちょうどいい選択肢になってくるかと思いますそして x i a o m i からは今回同時にスマートなども発売となりましたそちらも Amazon で購入できますのでご紹介したいと思います x i a o m i から発売されるモデルは2つですとりあえずカラーラインナップの方は置いておくとモデルとしてはこの s h a h o 14ウルトラそれからレズミノート13プロプラスこの2つのモデルが同時発表となりましたまず1つ目シャーミーの最新のスマートフォンそしてフラッグシップに相当するのがこちらシャーミー14ウルトラこのモデルがついに国内発売となりますこのウルトラモデルはライカと共同開発したカメラを使っているわけなんですが シャープが同様に、イライカと共同開発したカメラをスマートに搭載している関係上、ずっと国内で発売されないと言われていましたが、今回はついに発売となります。ですので、グローバルモデルを含め、シャーミの最新のフラグシップ最上位モデルが、やっと日本でも購入できるようになります。価格は約20万円ということで、まあ、決して安くはありませんが、 このモデル欲しかったという方にとっては待望の製品となりますこちらも Amazon のでまだ発売前ではありますので今予約することも可能となりますので今回のセールのタイミングに予約しておくのもいいかと思いますさすがにそちらは20万円と高いのでもっと安いモデルがいいという方のためにこちら r e d m i n o 1 3 Pro Plus このモデルも発売となりますこれも同じく現在予約中 ウルトラの方も、この RedmiNote13 Pro Plus の方も5月16日発売となりますので、まだ予約中ではありますが、こちらならば2億ガスのカメラを搭載し、120W というスマホの中ではトップクラスの超急速充電に対応したモデルが59,800円で購入できるとてもお買い得モデルといえます。 それ以上容量も256キロありますので、もう十分な容量を持ったモデルですので、動画をたくさん撮れる方、写真をたくさん撮れる方にとってもおすすめのモデルと言えます。ということで、今回 Amazon のセールがスタートしたわけなんですが、ちょうどこのタイミングは新製品の発売ラッシュとなっていますので、もしこういった新製品欲しい方は、 今回のセールのタイミングで予約するあるいは購入しておくのもいいかと思います。なお、セール製品につきましては、今回、セール中に買ったからといって、なお、今回のこのスマートフォンとかサブレットの新製品につきましては、セール中に買ったからといって安くなるというわけではありませんので、ここは誤解しないように改めてお伝えしておきます。ただし、Amazon で購入しますと、 公式ショップで購入するよりもお得なところがあって Amazon のポイントが獲得できるというところが Amazon で購入する魅力です Amazon のポイントは1ポイントが1円に相当しますのでたまったポイントは次回以降の買い物に活用できますので特に今回ご紹介したようタブレットとかスマートフォン高額な商品はぜひとも Amazon で購入しますとたくさんのポイントが獲得できてお得かと思います なお今回ご紹介しました各商品販売ページのリンクにつきましては動画の概要欄の方に貼っておきますまだまだセールは続きますので、えー、購入するかどうかじっくりと考えて買い物をするといいかと思います気になる商品がある方は概要欄のリンク先の方からチェックしてみてください今回は以上ですグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします